パレスチナ・ガザ地区で人道支援を行っている国連のスタッフが燃料が供給されなければ25日から活動を停止せざるを得ないと明らかにしました。国連パレスチナ難民救済事業機関は24日早急に燃料を入手できなければ25日夜からガザ地区での活動を停止せざるを得なくなると発表しました。ガザ地区には21日以降60台余りのトラックが食料や医薬品などを搬入しましたが、燃料はハマスに使われる恐れがあるとしてイスラエル側が搬入を認めていません。 WHO 世界保健機関も24日燃料不足で6つの病院が閉鎖に追い込まれたと発表しています。